JLPT N3 ケスーパーです。9時までですか？10時までですか？忘れました。あそこのスーパー何時までだっけ？来週会議があります。何曜日か忘れました。会議は何曜日だっけ？会社へ行きます。あれ、私は鍵を閉めましたか？覚えていません。鍵閉めたっけ？普通形け、意味ははっきりと覚えていないときに使われます。終わり。